全国の皆さん、こんにちは。それでは令和2年度の行政書試験合格者インタビューなんですけれども、今回はですね、出口千明さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まず早速なんですけれども、出口さん、行政書試験目指そうと思ったきっかけからよろしいですか？はい、きっかけとしてはちょっとその以前ロースクールにいたんですね、うん、はい。でそれでちょっとその、まあ、在学中にちょっと出産とかしてしまって、うんうん、ちょっとそれ全然ついていけなくなってしまって、うん、で一旦やめようと思ったんですね、うん、まあ、ちょっと本当もう無理だったんで、勉強の手だから、うん、それでちょっとやめたんですね。でそれでなんかちょっとその、まあ、法律の知識全部忘れてしまうのが嫌で、うん、ちょっとまあちょっとキープの、うん、その目的で、うん、ちょっとその一昨年ちょっと8月ぐらいからちょっと過去問をちょっと解き始めたんですね、うんうん、はい。でちょっと始めてみたってことですね。ちょっと始めてみて、うん、それでやってみて、まあちょっとその、まあ、1回目受けて、うん、まあ、大体その合格点、まあ大体20点ぐらいだったから、はいはい、あ、ちょっとこれ頑張ればいけるかもしれないと思って、でそれでもってこう上がる人ってもともと私知っていて、はいはい、あの ローの中でもすごく有名なんですね。あ、そうなんですね。そうなんです、はい、やっぱ工藤北斗さん、はい、が有名だから、はい、それでなんかあのちょっとここ上がると見てみて、あ、なんかすごい分かりやすいとか思って、はい、取ることにして、あ、それであのゼミも入ってきたってことですね。そうです、そうです、うん、あのそうなんですよね。あの出口さんね、通学ゼミにも通われてたんですけども、通学ゼミに関してはもう一人合格者の方もいらっしゃってるんで、そちらの方は後ほど3人で座談会的なことを行っていきたいと思います。はい、じゃあ、 あのその1回目の試験が終わって、11月に試験終わりますよね、はい、で発表は待ってた感じですか、それとももう勉強スタートした？いや、もうちょっと、いや何もせずですね、うんうん、じゃあちょっと発表待ちで、ゼミがちょうど、まあ、発表を待ってなかったんですか？発表待ってない、あ、自己採点して、あ、ダメだって。ああ、なるほど、そういうことなんですね、はい、でちょっと一応講座を申し込んで、はい、教材が届いたのが何月ぐらいになります？2月ぐらいでしたね。あのゼミの最初の時に始めたみたいな感じですね。あ、そうですね。ゼミの最初ぐらいにちょっとなんか、うん、あのゼミに合わせて勉強を始めた。あ、そう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 、そんな感じでしたね、まさにね。そう、それはすごい覚えてるんですよ。うん、はい。であのそのゼミにね通われながらってことだったんですけれども、学習の方は途中でもおっしゃってましたけれども、やっぱりお子さんがいらっしゃってなかなか時間が取れないとか。っていうのがあったんですかね。あのやはりちょっと緊急事態宣言、第1次緊急事態宣言の時に、うんうん、保育園が全面でお休みになってしまったんですね、はいはい、それでもう1日中ちょっと子供の面倒を見なければいけなくなってしまって、うん、あの今ちょっと主婦なので、はい、あのやってたんですね、はい、それで、ちょっともう全くそれでもう夜疲れてるから、うんうん、全然勉強もできず、うん、ちょっと2ヶ月間全くゼロ勉強になってしまったんです。なるほど、なるほど。それはやっぱりちょっと不安とか出てきました？もちろんです。もう全然ダメじゃんとか思って、ゼミもあのその時期休みだったんですよね。そうなんです、緊急事態宣言でね、通信だったんで。そうなんですよね。そうなんですよ、うん、じゃあそんな中こう学習されていく中でこう心がけたこととか、なんかこの科目はこういうふうに工夫したとかってあります？とりあえず総合講義を全部聞こうという目標を持ちやってたんですけど、工夫とかは特になかったですね。まあもうちょっと聞いて、とりあえずどう、まあ、ちょっと聞くので必死いっぱいというか。なるほど、なるほど。あと問題集ついてますよね。あ、そうです、そうです。あの問題集はどうでした？あれも、うん、まあぼちぼちそのまあやってましたね。あ、その空いた時間に終わってからやっていくと。そうですね。なるほど。その講義を聞いて、うん、その関係してる場所とかをやったりとかして、うんうん、あ、なるほど、そういうことなんですね。でゼミがちょうど確かあれは8月の頭ぐらいでしたかね、終わったのが。はい、ですよね、はい、そのゼミが8月の頭に終わった頃っていうのは自分の中でこう仕上がりっていうのはどんな感じでした？ゴミでしたね。まだ全然ちょっといける感じじゃなかった？いやもうひどかったですね、うんうん、であの時点で問題集全部解いてなかったんですよ、うんうん、そしてあのちょっと終わりまで憲法の問題集は解いてないんですよ、うんうんうん、まあでもやられてますからね今までもね。そう、憲法は得意だったから、うん、なるほど、なるほど、まあ、やんなくていいかなって思って、うん、やった方がいいけど時間がなくて、うん、時間がなくて、なるほど、じゃあその8月以降っていうのは例えばどういうスケジューリングでやられていったんですか？スケジュールは基本的に子供に合わせてですよ、ね、うんうんうん、はい、そこの空いた時間でやっていくという。そうですよね。なるほど。ちょっと1日この時間をやるっていうのはちょっと無理だったので、うんうん、子供が早く寝たらやるみたいな感じ、うん、なるほど。じゃあそうすると8月ゼミ終わってすいません、こう9月10月ってくるじゃないですか。それやっぱ実力ついてきたなっていう実感はありました？全く。じゃあちょっと結構不安は抱えてた？もうずっと不安でした。あ、はい、
そうですか。いやそうです。でも結構できてましたよね、ゼミでも。できてないですよ。いや、できてましたよ。できてないですよ。いや、僕ね、今でも覚えてるんですけど、憲法だったかな。さっき憲法ちょっとやりましたね、時間余ったんで。はい、うん。消極的表現の自由とか質問してくる人初めてだったんで。ああ。覚えてます？ああ、いや、憲法得意なんですよ。なるほど。消極的表現の自由。まあ、ちょっと趣味で。うん、ああ、そうなんですか。はい、なるほど。うん。で、今、まさにその本試験が、あったわけじゃないですか、はい、で本試験の時の手応えはどうだったんですか。いやー、ひどかったですね、本番中は。いや、ちょっとそのなんていうんですかね、手応えは実は記述だけ手応えあったんですよ、はいはいはい、うん、ただちょっとやっぱりそのまあ、うん、ちょっとまあ、うん、私ちょっと錯誤を書いてしまって。ああ、なるほどなるほど、うん、だからちょっとあれだったんですけど。あ、じゃあもう行政法と民法の2問目の方は大丈夫だって。そうですね、そういうことなんですね、はい。点数的にはじゃあもう記述待ちというよりはもうマークシードで超えたぐらい。いや、ダメですダメです。あ、じゃあ記述待ちだ。じゃあ結構ドキドキしてた感じですか。ずっとドキドキしてた。ああ、そうなんですね。いや、マークシートの方がやっぱりちょっといろいろそのまあ、待ち、ちょっといろいろケアレスミスとかをしてしまった面があって。ほんま緊張しました。緊張しました。ああ、そうですか。緊張しました。すごい緊張しました。なんかあの会場広かったですか。いや、広かったです。あ、広かったです。そうなんですね。主観としては広かった。なるほどなるほど、うん、で見事にね、もう合格を果たされたっていうことなんですけれども、こう今後の展望というか、今後こういうことやっていこうと思ってるっていうのありますか。あ、ありますあります、うん、どうでしょう。とりあえず、うん、まあ、登録しちゃおうと思ってるんで、ね、なるほどなるほど。で、なんか外国人の方の年間取り次ぎをやりたいと思っていて、はい、うん、はい、あの申請取り次ぎのやつですよね。そうです、ごめんなさい、申請取り次ぎですね。あ、はい、うんうん、はい、でピンクカードを取得してやろうと思ってます、はいはい、ここの、そうですよね、あのインタビューの方にも、はい、こちらに知人の方がその入管やられてるんでってことありましたもんね、はいはい、なるほど。じゃあもう登録を準備入られてる感じですか。はい。ああ、そうなんですね、はい、もう華々しい成功ですね。じゃあもう、いやー、でもちょっと不安ですけどね、さらに。いや、そうですか。いや、ちょっとうまくいくんだろうかみたいな。いやいや、もうだって大丈夫ですよ。いや、廃業率が高いって聞くから。いやいや、そう、ガッツで、ガッツで、ガッツでいきましょうよ。ガッツで、はい、うん、さあ、本当に貴重な話を伺ってきたんですけれども、この今日のインタビューの中でもお話あったように、お子さんを育てられながら時間を捻出してきたっていうところがあったわけですよね。で、受験生の中にはもちろんそういう方がいっぱいいらっしゃると思うので、よかったらそういう方に向けてメッセージをお願いします。お子様を育てながらやっていらっしゃる受験生の方、私も全く同じ状況で、その、まあ、割とその、まあ、小さい子供の場合、まあ、うちの子3歳なんです、あ、2歳から3歳、あ、その時2歳だったんですけど、やはりちょっと全然言うこと聞かないし、そのなんていうか、もう全然そのこう自分の勉強時間が取れないよってことですごくイライラすることが多かったんですね。で、やはりちょっとそういうふうなイライラを鎮めるために、やっぱりなんかその気晴らしをなさった方がいいと思いますね、勉強以外のことで。はい。何の気晴らしされてましたか。友達と話す。ああ、なるほど。お話をするというなるほど。はい、ちょっと友達に愚痴を聞いてもらったりとか、そういうのは絶対必要。まあ、私の場合は気晴らしはそれで、あとはまあちょっとなんかお酒飲むとかですかね。そんな感じで。で、やはりそのまあなんていうかこう割り切ってもう隙間時間にやるっていう風にした方がいいです。もうどうせその子供がいるともう計画通りに絶対行かないので、まあ、しょうがない。そこを諦めてしまって、こうなんかもう隙間時間で聞くっていうのをやってて、でアガルートのその講義はユニットがすごく短いので15分とかで、うん、隙間時間でやるにはもってこいだと思ってて、すごくいいと思います。よろしいですか。はい、はい、というわけで、令和2年度の行政書試験合格者インタビューなんですが、今回は出口千秋さんにお話を伺いました。おめでとうございました。ありがとうございます。